水谷新読から1921年9月以降は、三重県桑名市出身の探検家、実業家である。日本人で初めて、ミクロネシア方面との貿易を開始したと言われ、グランパス島の探検を繰り返す中で、南鳥島にたどり着き、その後アホードリの羽毛採取事業を開始するなど、南鳥島の開拓に取り組んだ。またアホードリなどの資源を追って、 沖の大東島、東伊佐子諸島、北西ハワイ諸島へと、その活躍の場を広げた。その後第一次世界大戦時は、南洋軍島の占領を目指す日本海軍の水先案内人を務めた。水谷新六は、自らの南洋探検に関しては多くを語っているが、出自については、ほとんど明らかにしていない。また、出身地のクアナは、 戦災で戸籍が消失していて戸籍による検証が困難という事情を重なり、出生や家族関係の把握は困難である。ただ、水谷はしばしば公的機関に対して申請や届け出を行っており、それらの内容から判明している事実もある。水谷は、開園3年3月3日、伊勢国区罠郡に川上松蔵の次男として生まれた。なお、 カエ三3年3月15日に生まれたとの記録もあるが、パスポート申請時に添付した書類や、転居届の内容から3月3日生まれと判断して良いと考えられる。また生まれた場所については、桑名町16番地、桑名郡駅西村あざ駅西桑名郡、八田村と3種類の記録が残っている。いずれも現在の桑名市内であるが、 どの記述が正しいのかは判明していない。また父の名前が川上松蔵ということから川上新六が出生時の名前で、後に水谷家の養子になったと推測される。しかし、養父の名前や養子となった時期、事情は不明である。水谷の成果は農家であったとの記録が残っている。明治初年、故郷を飛び出して上京してまずは五福屋の小僧となり、その後独立して、 五福祥を営むようになった。1880年から1881年頃、水谷は、服部新助と知り合った。服部は、水谷と同業の五福祥で、千葉県出身であった。水谷は、服部が亡くなる1895年まで、服部と行動を共にするようになる。1886年、水谷は300円の自己資金を携えて、 小笠原諸島の父島へ向かい、雑貨店を始めた。当時の父島には、雑貨店がほとんどなく、商売は繁盛した。当時、父島には、カロリン諸島やマーシャル諸島からの船が、しばしば入港していた。水谷の目は、小笠原の先、ミクロネシア方面へと向かっていった。そして、水谷の心を捉えたのは、グランパス島の噂であった。 グランパス島は、ちょうど、父島のような島であり、天然の良好に恵まれ足や、微老の原生林がうっそうと茂り、開拓すれば、小笠原諸島に勝るとも劣らないであろうと言われていた。1885年頃、水谷は、小笠原島市の小野田県外の支援を受けて、グランパス島探査を行った。翌1886年には、服部ト介が小舟を購入し、水谷は、 そのハットリ所有の小船でグランパス島探査やグアム島、コナペ島、トラック諸島などミクロネシアの島々との交易を始めた。水谷の交易は日本人としては最も早いミクロネシア進出であったと言われている。ところが1889年12月には不快工場規則と商船規則に違反したということで処罰を受けたとされる。1890年2月6日、 東京府の高崎56知事のもとに、横尾東作、田口宇吉、水谷らが集まり、出力処分によって生活に困窮していた士族に対して、事業資金を貸し付ける制度である、士族受産金を活用した南洋諸島との貿易構想を提案した。この構想は、田口宇吉を頭取りとした南東商会の設立へと進み、南洋貿易の経験者であった水谷が、 航路や貿易品の指南を行い、5月には貿易船が出港する。ところが、南東商会は、資金問題で内紛が起こり、横尾東作、服部トリ介、水谷らは脱退した。1890年10月には、江本武明の講演の下で、横尾東作は、更新会社を創設し、服部新助介、水谷らが参加した。 同年12月から翌1891年8月にかけて水谷は更新会社の懐園丸でミクロネシア各地を回って貿易を行った。1891年9月水谷は独立して開通者を立ち上げトラック島に店舗を開いて貿易業を始めた。しかし持ち船の開通丸が座礁してしまったために短期間で開通者は解散を余儀なくされ、 その後は、服部新助の持ち船である、相イ丸を用いて、南洋貿易に従事した。水谷が、服部新助の持ち船で、南洋貿易に従事していた1893年頃、東京朝日新聞では、ミクロネシア方面の交易に従事している会社を5つ紹介している。その中には、服部新助の相イ丸、カマ行盗作の更新会社のほか、 商美電理儀の一夜紹介があった。しかし一夜紹介は経営破綻に追い込まれ、1895年に市川喜七が代表を務める金住社という会社に事業を譲渡する。同年、水谷が行動を共にしてきた、服部新助介が亡くなると、服部の事業も金住社が引き継ぐ形となり、水谷は金従社の社員となった。南鳥島1890年前後、 グランパス島発見を目指して、しばしば探査船が南洋を捜索した。しかし誰も、グランパス島を発見することはできなかった。グランパス島の捜索に熱心に取り組んだ人物の一人が、水谷新毒であった。水谷は前日の1885年の後、南洋貿易に従事するようになった1888年から1889年に、かけても、グランパス島探査を行った。 近住車の社員となった水谷は1896年11月、マリアナ諸島への貿易船運航の機会を捉えて、グランパス島探査の航海に出航した。水谷は、グランパス島を求めて広い海域を探し回ったものの、見つけ出すことができなかった。走行ううするうちに、船員の中から不満の声が上がり出したため、やむなく探査を諦めて、サイパン島へ向かおうとしたところ、 12月3日に島を発見した。しかし発見した島は天然の良好に恵まれ相当の大きさがあると言われたグランパス島とは異なり小島であった。船員たちは失望したもの上陸してみたところ島には多くのアホウドリがいた。当時玉木繁栄門が鳥島でアホウドリの羽毛を採集し距離を上げていた。水谷はこの 玉城のアホードリウムオ採取のビジネスモデルを発見した小島で展開できると判断した。水谷は早速1896年12月末には母島から20名の労働者を徒党させアホードリのウムオ採取事業を開始した。1897年6月15日、水谷は八丈島小笠原から雇い入れた労働者を乗せて水谷が発見した島に到着した。 労働者を下船させた後、採取していたアホードリの羽毛を積み込んで6月30日に出港したところ、船は岩礁に激突して大破し沈没してしまった。水谷ら乗組員はかろうじて船に備え付けられていた天馬船に乗り移り、島までこぎつけて一命は取り留めた。水谷らは一命は取り留めたものの危機的な状況には変わりがなかった。当時は、 無線通信の手段がなく、船が難破して、島から出られなくなったことを外部に知らせる術はなかった。マ、ま、タグアムがまだ、アメリカ領となる以前のことで、近隣を航行する船舶もほとんどなかった。やがて島に置き去りにされた形となった労働者たちの中から不満の声が聞こえるようになった。まずは、責任者の水谷を殺し、 その次は誰それだなどという話を公言する者も現れ出した。そのよう状況下で水谷は天馬船で島を脱出して小笠原諸島へ向かい救助を求めることを決断する。天馬船の大きさは長さ約6.7メートル、幅約1.5メートル、深さ約55センチメートルしかない小船である。これで太平洋に乗り出して小笠原へ向かうという水谷の提案に、 当初他の者は尻込みした。しかし老水夫と若い水夫2名の計3名が水谷と共に天馬船に乗り込みたいと申し出た。まず天馬船を修理補強した上で帆を張り、7月10日、朝、水谷ら4名はビスケット、干し肉、干し魚、飲料水、雨水をためる樽、そして旧式のクロノメーターを天馬船に積み込んで出港した。 出航時は好天であったが午後から天候が悪化し、夕刻以降は風雨波が強まり、天馬船は転覆しそうになり、船のコントロールはままならず波に任せるしかなかった。航行中は船内に絶えず浸水があり、昼夜を問わず水の汲み出しに追われた。またクロノメーターのガラスが割れたため、海水に浸されないように4名の乗員は交代で身につけることになった。 船の位置を測ってみると、小笠原を通り越してしまったことが分かり、伊豆大島を目指すことにした。やがて食料や飲料水が少なくなり、頼りの雨も降らず乗員たちの生命も危うくなってきた。後の水谷の証言によれば、木綿製のシャツまで食べたという。7月28日には遠くに、島影が見えたものの見失い、7月29日もやはり、 島影が確認できたものの近づけなかった。そこで震度を北にとって、暴走半島を目指すことにした。7月30日午後暴走半島の山々が確認され、やがて近くを航行していた漁船に、救助されて8月1日、勝浦に到着した。4名とも疲労困憊はなはだしく、救助された勝浦で事情を聞かれた際、当初口が聞けなかった。 南鳥島から勝浦まで約1 8 0 0トルの天馬線での高校であった。この天馬線での約1 8 0 0トルの高校は、開挙として各新聞に取り上げられた。8月29日には、市川岸七らが発起人となって、水谷らの歓迎会が東京で開かれた。歓迎会は、船団が隅田川を航行する形で始められた。 戦団は学体を乗せた天馬船が先導し、続いて水谷ら4名が南鳥島からの航行時に使用した天馬船にやはり航行時と同じ服装で乗り込んだ。その後には万国旗などで飾られた8艘の天馬船が続き、隅田川下半には大勢の見物人が押し寄せた。その後向こう島で歓迎式典が催され、水谷は多くの賞状商品を授与され、 榎本武明来賓が水谷の行動を称えた。また、日本海議に駅再会は、船員の模範として3名の水夫を表彰し、各人20円の賞金を授与した。久家直との婚姻南鳥島からの天馬戦での、帰還歓迎会の直後の1900年9月17日、水谷は久家直と結婚する。妻、直は現時元年生まれであった。 日本領編入と南鳥島命名水谷はアホードリウムを採取事業開始後の1897年3月22日に後付けの形で内務省に島発見の届出と日本領編入の要請を行った。また同年4月5日には東京府にも海鳥捕獲と漁業の事業許可申請を提出する。水谷の申請を受理した内務省は 1895年に日本とスペインとの間に締結された台湾トルソン島間のバシー海峡中央以北を日本領以南をスペイン領とした条約の内容から水谷が申請した島の井戸はバシー海峡中央以北であることを確認して条約上の問題がないことを確認した。1898年3月14日内務大臣は閣議に水谷が編入を申請した島を 水谷島と命名して、日本領とする案を提出した。一方、東京府側は5月20日に東名を、南鳥島とするのが適当であるとの案を出した。1898年7月1日の閣議で、問題の島がすでに、水谷新六の手によって労働者が移住し、羽毛採取事業が行われていることから、国際法上、占領の事実があると認められるとして、 日本領編入を決定する。7月19日には、内務大臣、板垣大助が、東京府知事に透明を南鳥島とし、小笠原町長の所管とすべきと訓練した。そして7月24日の東京府告げにより、正式に南鳥島と名付けられ、日本領編入、東京府小笠原町長の所管となった。斎藤聖左衛門との争い。 水谷の申請が認められて南鳥島は日本領に編入されたものの、島の開拓権をめぐって激しい争いが勃発した。水谷のライバルは、八重洲の商人、斉藤聖左衛門であった。斉藤は水谷が南鳥島を発見し、アホードリの羽毛採取を開始した1896年以前の1893年に、南鳥島を発見し、上陸していたと主張した。 また斎藤は、水谷という人物は、近住者の社員であり、開拓に必要なノウハウ、資金がないと指摘し、自分は商人として十分な資産を所有しており、しかも、伊豆諸島の式根島で漁業開発を行ってきた実績もあるとアピールした。1898年1月、水谷は斎藤と警官立ち会いのもとで時代交渉を行った。 しかし当時の新聞によれば、南鳥島にはアホードリが多数生息していることが知れ渡ると、一角千金を狙って開発権を申請する人物が現れて、激しい争いとなり、申請者同士の殴り合いが起きたと報道されており、時短は成立しなかったと考えられる。東京都は水谷の申請を認める決定をした。理由としては斉藤は1893年に、 南鳥島を発見、上陸したと主張しているものの、当時そのような話は全く世間に知られることがなく、信憑性に欠けていた。また斉藤は艦長への報告も行っていなかった。反面、水谷は発見の経緯を艦長に報告しており、しかも開拓権の取得も速やかに申請していたためであった。東京都は水谷に南鳥島の借地権を与えるよう、 内務大臣に臨毛した。1898年9月19日、内務大臣、板垣大輔名で東京都の臨ルを許可する形で、水谷に南鳥島開発権を認める決定を行った。1898年9月19日、水谷は正式に南鳥島の開拓権を取得したが、前日のようにそれ以前から羽毛採取事業を展開していた。 当初は南鳥島に多くのアホウドリがいたこともあって、事業は順調で派遣労働者の賃金も高水準であった。開拓権取得後、東京府は水谷に対して南鳥島の開拓計画書の提出を命じた。水谷は1898年11月に計画書を提出するが内容的に問題があるとして修正を命じられる。東京都は 当初の水谷の計画書は、アホードリの羽毛採集を目的としたものであることが明記されており、開拓の趣旨にそぐわないことを指摘した。その他開拓従事者への利順の配分、教育や医師の派遣問題への対応についても計画に盛り込むように指導した。結局、水谷は12月になって修正した申告書を提出し、受理された。1900年9月、 水谷は、老いの片倉作次郎夫婦を、自らの代理人として、南鳥島に派遣している。片倉は、水谷の老いという記録が残っているだけで、実家と考えられる川上家関係の人物なのか、養子に入った水谷家関係なのか、また妻なの実家である久家家の関係者なのかは、不明である。乱獲によって、南鳥島のアホ踊りは急減していった。 また、温地である南鳥島は、島までの輸送コスト、そして輸送上のリスクも高く、収益を上げていくのには、困難な事情もあった。羽毛採取の事業は成立しがたくなり、1900年9月、水谷は3750円で、南鳥島での鳥類捕獲の権利を、横浜で貿易省を営んでいた植田木七五郎に売却し、以後、植田木が主となって、 白生用の鳥類捕獲がメインの事業となる。捕らえられた鳥は南鳥島で半製品状態まで加工された上で横浜へ搬送され、主に婦人用帽子の羽飾りとして輸出された。なお、水谷と植えた木との間では契約上のトラブルが発生した植えた木が白生販売で多くの利益を得ていることを知った水谷が契約破棄を主張したのである。結局、 契約金として7500円が追加払いされ、契約更新後の1902年3月以降は、水谷と植えた木と共同事業として利益を切班することで合意した。しかしこの頃には乱獲によって、南鳥島では鳥類の姿を見るのも稀な状況となっていた。鳥類の乱獲が続けられる中で、羽毛採取、そして白生製,製造業の継続は困難となっていき、 労働者たちの収入も減少していく。また南鳥島での労働者の待遇は極めて劣悪で、1903年になるとその状況が新聞報道されるようになった。前述のように南鳥島は遠隔地であり、生活物資の安定的な補給は困難であり、船便が途絶えると、たちまちのうちに食料を不足に陥った。また、低平な南鳥島は、 台風や高潮に襲われることも多かった。そのような状況に拍車をかけたのが劣悪な衛生状態である。南鳥島の主産業である羽毛採取、白製製造後に廃棄された鳥類の遺骸が島内の至るところにあって、島全体が悪臭に包まれていた。しかもその鳥類以外の不肉ですら肥料として輸出されていた。このような状況下で労働者たちの死亡が、 相次いでいた。1896年から1899年までのデータは残っていないが、1900年から1903年にかけて南鳥島で働いた労働者48名の中で13名が亡くなった。また、後日の南鳥島事件に際して派遣された海軍艦船高千穂に乗り込んでいた国の報告書によれば、 労働者の死亡率は33%であり、1901年7月から翌1902年6月にかけての1年間は特に状況が悪化し、11名の在島者のうち5名が死亡し、4名が疾病により小笠原に送還されたという惨状であった。このような南鳥島の実態が知られると、東京府は水谷に状況の説明を求めた。 結局1903年2月、水谷は東京府に始末書を提出した。桑アノ鳥類の激減によって、南鳥島での羽毛採取、白製製造の事業は先が見えつつあった。口述のように水谷は他の南洋の島々にも手を伸ばしており、利用価値が減少した南鳥島からの撤退を考え始めていた。そのような中で、南鳥島で、 グアノ資源が発見される。南鳥島事件とグアノの発見南鳥島に注目していたのは日本人ばかりではなかった。アメリカ人ローズヒルは1889年に南鳥島に上陸していたといい、1902年7月、南鳥島でグアノ採掘を行うためにハワイを出港した。新聞報道でそのことを知った日本政府は、 当時日本海軍で最も高速であった艦船、カサギを急波する。カサギはローズヒルに先立って南鳥島に到着し、外務省の石井菊次郎初期艦と警備隊を駐留させて帰還した。その後間もなく、ローズヒルが来島するものの、島には警備隊が駐留しており、しかも石井から、日本政府からの南鳥島領有主張の所管と、 在日アメリカ公使からの紛争回避を求める書簡を渡されたため、目的を達することなく8月初めには退去した。その後、8月22日に南鳥島の警備隊等を撤収させるために海軍官邸高千穂が派遣された。高千穂には当時、農商務省肥料鉱物調査所所長として日本全国で臨死源を探査していた。 常藤とうのからの要請によって、常藤の部下である技士が同乗していた。義士は、南鳥島で土砂を採集して持ち帰り、分析したところン産の含有量が30%を超える有料なグアノであることが判明した。なお、南鳥島事件後、それまで水谷村と呼ばれていた島内の集落名は、外務省の石井書記官にちなんだ石井村と解明され、また、 島内の地名も派遣された海軍艦艇にちなんだものへと変更されて、水谷による開拓にちなんだ命名はすべて取り消された。グアの採掘事業への三角グアの発見を知った、水谷は南鳥島での事業継続を決め、1903年2月に鳥糞採集願いを東京府に申請した。ところが開拓権取得の時と同様に、 今回も工業権の取得を出願する人物が現れて騒動となった。結局申請の約1ヶ月後、水谷に取り分最終願いの許可が下りた。このように南鳥島でのグアノの工業権は当初水谷が所持していた。しかし取得後間もなく権利は他社に渡った。一方、1903年12月には水谷が所属していた金従者南洋部が解散となり、 後継会社として、市川岸七良によって新たに、南鳥島鳥粉林港会社が設立される。水谷は会社創立直後、出資を行った上で入社する。1904年4月には、南鳥島鳥粉林港会社が、南鳥島の工業権を所得し、同時に、足立健造が入社する。6月には、水谷は、 島の開拓権を南鳥島鳥粉林工会社に譲渡し南鳥島鳥粉林工会社が全面的に南鳥島での事業を展開する体制が整えられた。1904年2月以降南鳥島で採掘されたグアノは常藤則高が技術指導を行っていた全国肥料取り継ぎ所によって肥料として生成、販売された。この間の経過の中で 水谷は、常藤と知り合い、常藤のところへしばしば出入りするようになった。アホードリジャーナリストの横山玄之介は、アホードリ羽毛採取事業の開拓者として、玉木半右衛門、小型ツシロそして水谷新読の名前を挙げている。水谷は前日の南鳥島以外に、19世紀末頃には、北西範囲諸島でアホードリの羽毛採取を始めていた。そして沖の大東島。 アズマイサゴ諸島などにも触手を伸ばしていく。乱獲による南鳥島での鳥類の減少を見た。水谷は新たな鳥類捕獲場所を探していた。水谷が選んだ場所の一つが北西ハワイ諸島であった。19世紀末、水谷はミッドウェイ島でアホードリの大群を発見したという。その後、北西ハワイ諸島で羽毛採取事業を展開するようになった。 採取された羽毛は日本に搬入された後に輸出に回され大きな利益を上げていた。大東諸島の沖野大東島は1900年9月11日に日本領変入が閣議決定され、1900年10月17日には正式に沖縄県島尻郡大東東区域の所属となった。日本領変入に先立つ1898年9月、水谷は 沖野大東島を探検していた。水谷の探検目的はやはりアホードリの羽毛採取のためであった。日本領返入後の1九百一年、水谷は沖縄県に沖野大東島の開拓権を申請し、五月十一日に許可を得た。そこで同年九月、水谷は羽毛採取事業を開始すべく労働者を率いて沖野大東島へ向かったものの、船が沖縄、 フィリピン方面へと流されてしまって、沖の大東島にたどり着けず、開拓の着手に失敗した。開拓許可は、数年間開拓に着手しない場合、取り消されることになっていた。沖縄県は1903年6月6日、水谷の沖の大東島の開拓許可取り消しを決定した。初回の挑戦失敗とバタン諸島探検倒査諸島の 衛星写真台湾のキールン市北東海上にある法啓所、免科所の借地権を得ていた岡山重次郎は、かねてから法啓所の住民より、東佐諸島に多くのアホードリが生息しているとの情報を入手していた。岡山はビジネスチャンスをつかんだと判断し、東ズ佐イ諸島でアホードリ有毛採取事業を始めるため、上京して計画を進めることにした。 東京で岡山は探検家で公海王である水谷と面会して、東ずまいさご諸島の話をしたところ、水谷の賛同を得て共同で東佐諸島へ向かうことになった。1901年10月1日、水谷は岡山らと共に品川から東佐諸島へ向かった。東ずまいさご諸島への航海は難航したが11月23日に東佐諸島に到着した。 東ズマイサゴ諸島には中国船が停泊していて、中国人が南波船からの金属回収と海藻取りに従事していた。島の周囲は豊かな漁業資源に恵まれていて、島内には多くのカツオドリが生息していた。しかし肝心のアホオドリの姿は全く見当たらなかった。アホオドリの羽毛採集が目的であった一行は失望し、中でも水谷は 計画を持ち込んだ岡山のことを問責した。岡山は責任を認め、所有している保護書と面貨書の借地権を水谷に譲渡することになった。水谷たちにとって、カツオの羽毛採取は問題にならず、また後に多くの南洋諸島で採掘が進められることになる。グアノや林鉱石についても、全く関心の外にあり、アホ踊りの羽毛のみが狙いであった。 東ズマイサゴ諸島でアホードリウモウ採取が思い通りに行かなかった水谷であったが引き続いてバシー海峡のバタン諸島へ向かった。前述のように1895年の日本とスペイン間の取り決めによって台湾とルソン島の中間線を境として北側は日本領とされていた。ところが1898年の米西戦争後に 締結されたパリ条約によってアメリカに割譲されたフィリピンの北端は北緯20度線とされた。1895年の日本とスペイン間の取り決めとパリ条約の内容を考慮した水谷はバシー海峡にあって北緯20度以北のバタン諸島は無主地となったものと判断したのである。しかし水谷の目論みは空振りに終わる。バタン諸島はきちんと スペインからアメリカに引き継がれており、到着した水谷らは、アメリカ人が占領している事実を確認することになる。水谷らは1902年2月4日、香港に到着して、アズマイサゴ諸島、バタン諸島を経た探検業は終了した。なお、水谷が法刑書と免課書の借地権を得たと考えられる時期には、目当てのアホードリはすでにほぼ絶滅していた。 その後両党の借地権は後日の1907年の東佐諸島開拓の失敗後に、東伊佐い諸島と共に西沢義春に渡ったと考えられる。東伊佐い諸島に取り残されるカツオドリ1907年、水谷は再度の東佐諸島開拓に挑戦した。今度の目的は前回は目もくれなかったカツオドリの羽毛採取であった。アホオは乱獲によって激減し、 1906年には保護庁に指定されており羽毛採取が困難となったため代用品としてカツオドリや水なぎドの乱獲が始まっていた。1907年、水谷は台湾へ渡り、キールンで西村武蔵と面会した。水谷と西村は東佐諸島を共同開発することで合意し、西村は水谷に開拓資金を貸与することになった。 3月3日にキールンを出発した水谷は宝庫諸島へ渡り、そこでジャンク船を購入し、労働者らと共にまず、宝庫諸島内で鳥類捕獲を行おうと試みたものの悪天候で思うようにいかず、アズマイサゴ諸島へ向かうことにした。しかし航海中にジャンク船は破損し、操縦不能となり、遠く、関東省まで流されてしまい、4月28日になって、 ようやく、香港までたどり着いた。しかし水谷は破損して、操船不能となり、流されてしまったジャンク船を用いて、東ずまいさご諸島で、カツオドの羽毛採取を行おうとした。羽毛は軽いためかにな装備でも持ち帰ることが可能で、しかも相当な利益が見込めるため、水谷は無謀とも言える、操船不能なジャンク船による羽毛採取を観行した。 自力航行が不可能であったため、香港から神戸へ向かう商船に栄光してもらって、東伊佐い諸島に向かうことにした。5月21日、無事に東佐諸島に到着し、まず先遣隊として、水谷ら3名が上陸し、6名は天馬船を使って、ジャンク船を参後礁内に引き入れる作業を行った。しかし、 天候の急変と早い潮流のために引き入れ作業ができなくなってしまった。取り残されることを恐れた水谷らは慌てて栄光してもらった商船に助けを求めたものの、すでに島から遠ざかっており助けは来なかった。翌朝になってジャンク船を探したもののその姿は見えず、水谷らは9名は東佐諸島に取り残された。1901年の時と同様に、 東ズマイサゴ諸島には中国人が滞在していた。大米の捕獲が目的で約1から2ヶ月間滞在する予定とのことで、所持している食料も少なく、食べ物を分けてもらうことは無理であった。そこでやむなく、カツオドリを捕まえて食べてみたが下痢を起こした。そこで魚を取り、カツオドリのヒナを食料とした。地面を約2メートルほど掘ると、 塩気が強いものの何とか引用となる水は確保できた。しかし水谷らは野菜類を食べないため次第に栄養失調となっていった。そこでアダンの根を採取して煮た後に試食してみたところ激しい嘔吐に見舞われて体力低下に拍車をかける結果となった。また島内に自生している好みを煮てみたがいくら煮ても柔らかくならず無理して食べてみたところやはり嘔吐した。 やがて体力が衰えて魚を取ることもままならなくなったが、鳥たちは驚くと飲み込んでいた魚を吐き出す性質があることを知って、飛走する鳥を驚かせて何とか、魚を手に入れた。そのうちに、島の珊瑚礁付近に4、5層の小舟を見かけたため、必死になって火を焚いて、救助を求めた者の船は立ち去ってしまった。 島に取り残されて21日目の6月11日、西方から気船がやってくるのが見えた。やはり必死になって火を焚いて、救助を求めると、気船はだんだん島に近づいてきた。近づいてみると日照旗を掲げていたため救助船であることがわかり、水谷らは天馬線に乗り込んで気船にこぎつけようとした。しかし衰弱していた、水谷らではなかなか気船までたどり着けない。 すると、帰船側からもボートが降ろされて、水谷らを救助した。帰船は、水谷らの遭難の知らせを知った台湾総督府の要請を受け、救助に向かった大阪商船の復讐丸であった。もう少し救助が遅れたら9名のうちの多くが死亡したと考えられる。水谷は、香港経由で台湾へ戻り、台湾総督府から遭難についての事情聴取を受けた。結局、 水谷と西村は資金難のため東佐諸島の開発を断念して開発事業全般を西沢義春に譲渡することになった。沖の大東島での林、鉱石発見沖の大東島南方の島々に注目していたのは玉城や水谷らのようにアホードリの羽毛採取を行っていた人たちばかりではなかった。常藤のりたかはかねてから日本各地で 林産資源探査に取り組んでいたが、南鳥島でのグアの発見後、ターゲットを南方の島々に絞っていく。常藤は1903年12月に退官した後、民間人として南方での林鉱石探査により力を注ぐようになった。前述のように南鳥島でのグアの発見、肥料原料としての採掘、利用の開始を通じて、水谷は常藤と知り合った。 水谷が南方の島々で鳥類捕獲を行っていることを知った常藤は、それらの島々の石や土砂を持ってくるように依頼した。水谷が語る南方の島々の中で、常藤が最も興味を持ったのが、沖大東島であった。沖の大東島は、南鳥島と、緯度的にほぼ同じであり、地形的に見ても、林鉱石を産出するのではないかと考えたのである。常藤は水谷に対して、 沖野大東島に行くような機会があったらぜひ岩石や土砂を持ち帰ってくるように依頼した。ところで沖野大東島は水谷の開拓許可取り消し後、1906年4月14日に南大東島、北大東島の開拓権を所有していた玉木繁右門が沖縄県から15年間の開拓許可を取得した。沖野大東島の開拓権を取得した玉木は調査船を派遣することにした。 調査船の乗組員の一人が水谷のおいであった。水谷は常頭からの依頼を受けて、おいに沖の大東島の岩石や土砂を持ち帰ってくるように指示し、老いは桃引きに沖の大東島の岩石を入れて持ち帰ってきた。調査からの期間後、水谷のおいは沖の大東島の岩石を携えて、全国肥料調査所に常頭を訪ねたが、大阪出張中のため不在であった。 常藤の出張先には少量の石が送られた。送られてきた石について、常藤は良質な林鉱石と判断し、全国肥料調査所の分析担当者に事情を説明した上できちんと分析するように指示した。分析結果は果たして林産の含有量が高い、良質な林鉱石であった。その後、沖の大東島の林鉱石利権をめぐって、 水谷を含めた泥沼の争いが始まることになる。工業権獲得を目指す水谷沖の大東島までの有望林鉱石発見後、全国肥料調査所職員の一人が、三重県四日市で肥料製造業を営む茎も奈々のところへ出本し、林鉱石発見のニュースを伝えるとともに、自らが沖の大東島へ渡るための出資をして、欲しいと要請した。茎は、要請を受け入れて、 早速出港したものの、船は沖の大東島にたどり着くことなく、失敗に終わった。もちろん、沖の大東島の開拓権を持っていた、玉木繁栄門も黙っておらず、工業権の申請を行った。水谷も、また工業権獲得を目指して様々な格策を行った。常藤によれば、水谷の背後には大政治家や事業カラーが控えていたという。 水谷は先に東佐諸島の開発事業全般を上渡した西沢義春と組んで沖の大東島開発を行おうと考えた。西沢は東佐諸島の開発に乗り出したものの、1909年2月には日本と清との間の外交問題へと発展した。当初から日本側は東佐諸島の領有権については清と争う意思はなく、6月には 新領であることを認め、西沢が東佐諸島から撤退する代わりに、清氏が西沢の事業を買い取ることで解決が図られる方針となった。結局、1909年10月には、東佐諸島は真の領土であることが確認され、清志政府から約10万円の保証金を得て、西沢は東佐諸島から撤退することになった。 東伊佐イ諸島からの撤退を余儀なくされつつあった西沢は沖の大東島の開発に見込みがあると判断した。1909年8月には水谷が島の借地権を所有し西沢が資金提供を行って開発を進める計画であると報道された。その後1910年2月には玉木半江門、久木門七、西沢義春、そして 水谷の4名が合同で、資本金50万円の沖野大東島開発を行う、株式会社を設立する手はずとなっていると、報道された。この報道時、60歳になろうとしていた水谷は、腕をなででもう一度と、沖野大東島開発事業に強い意欲を見せていた。沖野大東島開発からの撤退沖野大東島の臨港石利権に関しては、常藤のりの動きが、 積極的であった。常藤は1907年8月に部下を沖野大東島に派遣して、林鉱石の資源調査並びに、島内の測量を行った。そして1910年10月には、沖野大東島の開発などを目的とした、日本産業商会を設立し、常藤は理事長に就任する。この日本産業商会に、水谷は参加しなかった。 日本産業商会を設立した常藤はすぐに2回目の沖野大東島調査隊を派遣した。2回の現地調査の結果、沖野大東島の林光石資源は有望であることが明らかになってきたため、権利獲得をめぐる争いはより激しさを増した。そのような中で水谷は行政訴訟を起こしたと見られている。ついには外資も沖野大島の林光石資源に関心を 持ち始めたとのニュースが流れた。常藤は外国に資源をさらわれては、日本の国益を大いに損ねると、日本産業商会の関係者と共同で、権利取得のため奔走した。常藤側は、玉木繁栄門には、時短金を渡したとされ、玉木の関係者によれば金額は20万円であった。茎門7は、後に設立される。 ラサト林光株式会社の取締役に就任した。そして、権利獲得に執念を見せていた水谷は、資金不足に見舞われて、権利を売却したと伝えられている。1911年初頭には、すべての権利回収に成功し、2月には、ラサト林光合主会社が設立され、常藤は社長に就任した。結局水谷は、沖の大東島開発に携わることができなかった。 なお水谷は、沖野大東島で、林鉱石の採掘開始後、肥料会社各社によって、不買同盟が締結されて鉱石が売れなかった際、1912年10月に、ラサ島林鉱合資会社と、肥料会社との話し合いの仲介を行っている。1911年3月、南鳥島鳥船林鉱会社の市川吉地は、水谷の出資金のすべてを回収した。その上で、 市川は水谷を退社させたため、南鳥島の事業から撤退させられた形となった。この水谷の南鳥島事業からの撤退については、まず水谷と市川、足立健造との間に確執があり、その上、事業や経営が増えての水谷は市川に多額の借金をしていたため、借金の方のような形で、 南鳥島に関する権利をすべて市川に取られてしまったとの話がある。1914年7月第一次世界大戦が始まり8月23日に日本は参戦する。参戦翌日には日本海軍はドイツ領であった南洋諸島占領のための派兵を決定する。海軍は水谷を第二南遣い支隊の水先案内人として起用し、 10月1日に佐世保を執行する。さらに南洋諸島の占領後は短期間ではあるがパラオ民政区民政部長に任命された。水谷の起用は長い南洋での経験を買ってのものだったと考えられる。1916年、水谷は海軍の水先案内人を務めた功績により海外食宅院交渉として100円を政府から可視された。 パガン島第一次世界大戦中、水谷自身も新たな動きを始めた。1915年9月、自らが代表者となって、北マリアナ諸島のパガン島、アグリ半島の洋行開発願いと、南洋諸島漁業許可願いを提出した。そして翌1916年3月には、田中志郎左衛門が代表者となった、パガン島、フララン島洋採掘願いにも名を連ねた。 1915年9月の水谷の許可願いが認められたかどうかは不明であるが、1916年3月の田中の許可願いは認められている。1916年11月6日、渡辺徹が代表を務める難海社は、水谷を責任者として技術者らをパガン島に移住させる旨の届け出を行った。1916年のうちに、 水谷は南海社のパガン島主任として約30名の移住者を率いてパガン島に到着、移住したものと考えられる。その後、水谷は1918年になってパガン島の海誘地山頂部を借りて綿花栽培を始めたとの記録がある。南洋軍島を占領して防衛と行政を担うことになった海軍の臨時南洋軍島防備隊は1916年1月に 占領地の工作地、森林、原野の対応を始めていて、1918年5月には、個人にも対応することになり、希望者は出願するようにとの通告がなされた。水谷はその個人向けの勧誘地対応に出願したものと考えられている。なお個人向けの勧誘地対応を受けた後、南海社と水谷との関係がどうなったかについては、不明である。 その後水谷は1919 19年、1920年、1921年と、パガン島で山頂部を借りて、綿花栽培を行っているとの記録が残っており、1921年9月の時点までは、水谷はパガン島で生存していたものと考えられる。1921年9月の記録が、確実な水谷に関する最後の記録である。 水谷の死亡場所、日時については、横尾東作のこの愛作が、不遇の中、関東大震災の前に小笠原が静岡で、病死したとの話を伝えているが、その根拠ははっきりとしない。前述のように、横山玄之介は、アホ鳥の捕獲で、名高い人物として、鳥島のアホ鳥捕獲で、名高い玉木繁ゲモン、尖閣諸島の開発で知られる、小型津四郎と並んで、 水谷の名を挙げている。また横山は、水谷のことを、カロリン諸島最初の貿易者、グランパス等の探検者、そして南鳥島、沖の大東島、東ず伊佐子諸島の開発に宣伝をつけた評判が、高い冒険時と紹介している。鳥島を拠点としてアホードリで巨万の富を築いたのは、玉木繁栄門であるが、水谷は、その玉木の活躍に刺激を受け、 クランパス島の探検を繰り返す中で、南鳥島を発見し、南鳥島は日本領となった。また水谷はアホードリを求めて、その活動範囲を沖の大東島、東ズマイサゴ諸島、そして北西範囲諸島へと広げていった。このように、水谷をはじめとするアホードリを狙った南洋での活動によって、日本人の南洋における活動範囲は、 急速に拡大していくことになる。その一方で、横山は無人島の探検に勢力を注いだ経歴は何人も及ばないとしながらも、事業家としては、玉木繁衛門の傍らにもよれないとしている。冒険確出で、事業経営は増えてであるとの表は他にもあり、水谷自身も晩年に、冒険が三度の食事よりも好きと語っている。なお上陸した水谷ら三名、 珊瑚礁内に引き入れ作業を行っていた6名以外のジャンク船乗り組員は船と共に漂流したものの高尾付近で座礁したところを全員救助された。ここで出てくる水谷の老いが1900年9月に南鳥島へ派遣された老いの片倉作次郎と同一人物であるかどうかについては不明である。ありがとうございます。